どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は引き続き、シャフ TV、イベントの、後に行っている皆さんのグローブ紹介の、コーナーになります。先日の、動画でもたくさん、皆さんの思いの詰まったグローブを、出していただいたんですけれども、今回はちょっとある一括りに、したグローブを、皆さんに紹介していけたらなと思います。それではやっていきまーす。はい、ということで、はい、おなじみと、まあ、僕の同級生はい、じゃあ、もうおなじみのメンバーなんですけども、お名前とグローブをポンと。ひろとです。今持っているのがこれちらになります。はい、玉沢です。いやー、なんかどことなく僕がドダイヤを買うきっかけになった山田哲選手モデルに、そうですね、ウェブがそう自分もこういうウェブドダイヤ持ってるんですけど、はいはいはい、まあ、たまたまこうなっただけで。なるほどなるほど、はい、いやで皆さん、カンタマですよ。カンタマ、青カンタマですよ。はい、でまあキャメルっていうのかな、はい、ブロンドっていうのキャメルっていうのかあれなんですけど、まあトレンドのカラーを玉沢さん出してきた上に、はい、ステッチとラベルが青っていう。いやー、入るなー、かっこいいっすよね。めちゃくちゃかっこいいっす。何、また俺にグルーブハマらせようとしてる。聞いたようなやつぜひぜひキャメルをやってるわで、まだ型ばかりだと思うんですけど、なんか型とかついてないと思うので、こうしていきたいなんていうのがあれば、まあ、これかは深み系で、まあ、元が深い感じです。そうですね、ここと、はい、ここで、あー、なるほどなるほど、作っていきたいなっていう、まあ、多分それが一番いい型なんだろうなっていうのも僕から見てて思う。そうですね。じゃあ、僕の同級生のケンゴくん、同じくくりって言ったのは色なんですよ。それがこちらになります。はい、44のグローブになります。どっちも同じ、そうです、キャメル系の色ということで、ちょっとお二人に一緒に来ていただきました。はいはい、なんか店内でなんか3つ4つ結構はめさせていただいたんですけど、はいはい、やっぱり一番はめた中でしっくりくるかなと思って、もう迷わず買っちゃいました。いや、嘘つけ、正直言います正直言いますよ、僕このグローブ休みの日一緒に買いに行ってるんですよ。ケンゴくんから連絡来て、りょうへい、グローブ買いに行きたいんだけどって言って、これ買いに行ってるんですよ。めちゃめちゃ迷いましたけどスラッガーとね。そう、でもやっぱり44使ってる人が周りに少ないので、そうですね、ちょっと違う意味でいいかなと思って、はい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 、で僕も掴みで取りたくて、 でやっぱ何個かはめさせていただいた中で一番良かったので、ちょっとこちらを購入しました。はい、ボナンチャンネルのマサさん、あれはアメリカ仕様のグローブなんですけど、その日本仕様のグローブをベースマン取り扱っているのを購入したってことなんですよ。で僕もまさか44が年明けすぐに買いに行ったんですよ、ね、そうですね。で44がその日本仕様になって売ってるなんて思ってもいなかったので、だからちょっと僕もこの前マサさんのオーダーグローブの動画で言ったグローブが44が気になるっていうのはそういうところなんですよまあなんで、まあ、逆に言うとちょっとはめてみる、一応買ってタイなのかな、しっとりとした皮ではあるんですけれども、まだ、かっちりとしてるはしてるので、そういったところも結構好みが出そうな人は多いそうだなっていうのがあるので、でベースマンさんに置いてあったのが結構カラーリングが豊富だったので、うん、まあまあそういったところも含めて日本仕様にもなっているので、ぜひ皆さんちょっと気になった方は、ね、まあ、ベースマンさんに行くなりちょっとご検討の方されてみてはいかがでしょうか。はい、イベント参加していただいてありがとうございました。またちょっと引き続き、はい、参加させていただきたいと思います、はい、練習会などにもぜひ、はい、参加していただければと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、本日はイベントありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、なんか聞いたところによると、翔平 TV の後輩ということで、はい、お名前と。リントです、よろしくお願いします。はい、リント君ありがとうございます。本日は高校のね、翔平 TV の、高校の後輩ということで、どうでした、楽しかったですか。今日すごく楽しかったです。あ、よかったなんでまたちょっと次回とかもタイミングがもし合えば、はい、お願いします。で、ちょっと使ってるグローブドンと前に出していただきます、はい、こちらですね。おっと、ビッグ M、 ビッグ M と、さらに昔の水野。うわ、すげえ。これじゃあまずこちらの、こっちは、はい、ラベルに一目惚れして、その受験するときに受かったらこれを買う。ちょっと待って、受験するときこれを受験するとき、このグローブ売ってんの。実はこれ復刻版なんですよ。あ、そういうことか。復刻の水野のやつ。なるほどなるほど。本当
ショップでこのクラウンとこのラベルに一目惚れして、なるほど、そういうことか。あとこれとポジション変えるってなった時に内野手用をライナーバックのと普通の、はいはいはい、今日使ってたのもそうなんですけど、うん、普通のと外野手用の同じのこれを今4つ持ってます。すげえなこれ結構お値段するんじゃないですか。だいぶ、まあ、他の水のプロとかのやつを買うよりは安く、ね、まあまあ、4万円ぐらいでっていう風に。でも安いからみたいなこと言われて、そんなっつって安売りになったりとかっていうのを狙って、やったやっていただきました。そうですね、ちょっと王冠スタイルなんだよ。もう本当にフレンスラーほぼ見たことないよ、このラベルっていう。で、まあ縦閉じ、昔ながらのピッチャーって感じですよね。ピッチャーやるってなってちょっと少しだけ片付けてピッチャーにしちゃいました。いやいい、お気に入りですこれすごいこれ、いやおいや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 、本当にこんな見たことなかったので、いやもう正直言うと見れてすっごい嬉しいです。分かったです。なかなかレアなグローブなので、どん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 ずっと、はい、はい、ぜひ愛用していってあげてください。で今度は M マークですね。これも M マークのワールドウィンの革はクレストハイドデラックスっていう、はい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 、いいやつなんですけど、いやもう M マークなんか僕が中学生で入った頃にはもうランバードットだったので、もう15年ぐらい前、15年前のものです。いいじゃん、保管状態めちゃくちゃいいですね。あれでリサイクルショップで見つけて、なるほどなるほど、ファーストやるってなって、はいはいはい、ファーストはそのさっきのラベルのやつないんで、もしかして古いもの好き。いやこういうすげえ仲良くなるぞなんで、そうですね、まあ、昔のグローブを保管状態が良かったりとかしたらまだ全然使えるっていうのもこの動画見たら分かっていただけるので、まあ皆さんも眠ってるグローブとかあったら保管状態が良かったらまだ使えると思うので、ぜひぜひ皆さんもそういうグローブ探してみてください。はい、本日はありがとうございました。はい、ということで僕が入る前に翔平 TV に加入する前にちょくちょく動画に出ていた五郎と申します。はい、五郎さん、お願いします。いや僕も、まあ、動画では知ってたんですよ、何回か見て。ああ、はいはい。で、ただお会いするのは、まあ、この前の週にちょっとプライベートでプライベートって言ったらあれですけどまあまあまあ自分の時間で野球やってた時にお会いしたのが初めてで、で今日もちょっとイベント来ていただいて久々の翔平 TV に出演となるので、はい、久しぶりっすね。皆さん視聴者の皆さんお久しぶりです分かんないっすね、はい、僕がすごい気になったので最後呼び止めて、はい、グローブを紹介して、いただけるということになったのでこちらになります。これあれじゃないですか、去年の限定のラベルじゃないですか。30周年記念モデルって言ってて、はい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 、はい、なんかここのマークのところに見えるかわかんないんですけど、なんか青い刺繍があるんですよ。はい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 、はい、これがいやそうです、これが水のプロの去年の限定のそうなんですグローブなんで、いや素晴らしい。これ多分サイズ9ですよね、肩これサイズ9ですよね。なんかグローブの特徴とかっていうの。特徴はただキャッチボールとノックして作ったんですけど、はいはい、まあだからオーソドックスなこういう掴み取りみたいな。なるほどなるほど、肩っすね。うん、はい、なんか坂本選手っぽいような感じですよね、肩とか。あーまあ坂本モデルだと思うん で、ね、多分そういう風に多分使っていくとなるんじゃないかな、はい、ウェブが違うだけで多分坂本選手のモデルだと思うので、はいうねはい、いやーでやっぱもう見ただけで分かる川の良さ水のプロ以上はいありがとうございます。いいまあ、なんで五郎さん今後もしかしたらまた翔平 TV ちょくちょく出てくれるかなっていう感じもあるので、はい、まあまあ久々に多分翔平 TV で出ていただいたりとか、はい、まあ、一緒に、野球ができて今日は楽しかったです。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃああとね1分しかない、あと1分しかないから早く。えマジなんで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 、はい、どうも YouTuber です。どうも、はじめまして。あ、どうも、あ、これカメラです。これ、あ、すみません、てっぺんの昴生と申します。よろしくお願いします。なんでそのてっぽってんだ。あの、東日本で営業やらせてもらってますてっぺん、はい、よろしくお願いします。はい、使ってるグローブは。はい、もちろんてっぺんの MIE 内野仕様でございます、ね、はい、じゃあこれ今度紹介するんで。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。また来てください。それで、ね、ちょっとあのカメラの電池を切れそうなんで、じゃあ一緒にエンディング、一緒にエンディング。本当じゃん、本当にほらなんでよ、もう心しくない。巻いて巻いて。はい、はい、ということで本日は、うん、グローブ紹介の方引き続きやっていきま、ま、やってまいりました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、本当じゃん。はい、こちらを
プレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に横から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。I'm gonna keep it up.